はい、本日はですねセール予想、お得に買えそうな冬アイテムということでご紹介していきたいなというふうに思います。ということでね、ノースフェイスのアイテムであったりとかアウトドアブランドのアイテムって比較的、まあ、お値段が結構するじゃないですか。でこれから冬に向けて福袋とかお年玉の正月セール待っとこうと思ってある方いらっしゃるかもしれませんけども、それはですね遅い、もうその時にはないということなんでね。じゃあいつがあんのというと今なんです。今まさにあるんですということでね、まあ予想でもありますし実際今もうセールにかかってるものもあったりするんですよ。でそれね僕ご紹介してさせていただいて、あのリンクはね下の説明欄に貼ってるんですけども、まあ物によったらね5000円ぐらいから安くなってるものがありますのでね、まあどうかなっていうことなんですが、先にちょっと前置きだけさせてください。っていうのも僕セール撲滅委員会の理事やってるんですよ。っていうぐらいセールとか福袋って要は安物買いの銭失いということになりそうなんで、値段が安いから買うは買うななんですよ。けど値段が高いから買わないはこれは買いなさいなんですよね。でこれはわけわからない人からしたらわけわからない話でお前の先生が聞きたくないねんってことなんですけども、まあ、そういうふうに僕は思ってるので、基本的にはセールはあんまりおすすめしてないけども、特に僕いつもおすすめしてるようなアイテムがなんともう安なってるとこあるんですよ。でこれに関しては正規店でちゃんと扱ってるものになりますし、それ以外にもメーカー自身はやらへんって言ってんねんけども、セレクトショップが独自でセールかけてるっていうのを見つけましたんでね、ご紹介していきたいなと思います。まあ、まずは予想からいきましょう。まず予想っていうのがですね、これおそらく安くなってくるやろうなっていうのがですね、一つ目っていうのがこちらのナンガのダウンジャケットですね。オーロラダウンジャケットというダウンジャケットです。一番最もベーシックでナンガといえばこれです。でこのダウンジャケットね、セールかかるんですかって思ったりするじゃないですか。へえと思ってナンガの店員さんに一回聞いてみてください。セールしませんって言いますから。言ってることじゃないけど、お前赤い服着てわけわからんこと言わんといてくださいと思うかもしれないんですけども、ナンガの直営店ではセールはしないと公表してます。だからセールは絶対ないんですけども、じゃあこれがどこで売ってるんかっていうと、セレクトショップ、スポーツ店並びにいろんなそういうところで売ってます。でそういうところでは、独自でセールとかしてたりするんですよ。でまあこれに関してはね、大幅な値安下げ率っていうのはあんまりないです。まあだいたい定価が4万5千円ぐらいなんかな、今ちょっと値段上がってるから4万5千円ぐらいっていうのが4万円ぐらいだから5千円ぐらい安くなったりとかして、よく正規店で売られてたりしてます。でそれやからって別になんかアウトレットやとかっていうわけじゃなくてね、まあ単純に今年のカラーっていうのが売りさばかんとね、また来年のカラー出てくるんで、セレクトショップとかにしてもねあんま在庫持てないんですよ。だからまあとにかくさばきたいっていうところで出てくるのが、一応これは毎年出てきます。ただ今の段階で2023年はまだ出てないんですよ。セール出てないから、どっちかはっきり分からんけども、おそらく毎年の傾向を考えるとこの辺りで一旦 2,3 千円もしくは5,000円ぐらい安くなって出てくるんじゃないかなっていうところがね、こちらナンガのオーロラダウンジャケットということになってます。だからもう一回言ってますけど、アホな顔してね、鼻ほじりながらナンガの店員さんのとこ行ってね、すんませんセールやってるのどこでやってるんですか、タクトの動画見たんですよなんて言っても、一切誰もは何言ってんのと、わけわからんこと言わんといてって言われますので、ナンガではセールはやってないんやけども、ナンガの、取り扱い店とかでやってるっていうことでね、実はこっちの抜け道なんですけど覚えておいてくださいということがまず一つで、次がですね、ノースフェイス、行きたいなと思いますが、こっからはずらっとノースフェイス4ついきます。でまず一つっていうのがですね、こちら僕今年から激推ししてますよね。こちらのレッドランロングパンツというね、中綿が入っているパンツ、結構みんなアウターばっかりね、これはダウン買いたいとかね、ダウン欲しいとかみんななんやかんや言うたりするんやけどもね、パンツみんな忘れてませんかと、下半身ちゃんとあったかくしてますかっていう時にこういった中綿が入ってたりだとか、あとパンツの裏側の生地がこういうフリースなって起毛してるタイプ、履き心地これめちゃくちゃいいですやんっていうのってみんな忘れてませんかってなった時に、確かに忘れてるよねと。でこれがね、19,800円が定価なんですけども、これも、セールというか、セレクトショップとか正規店では少し値段が下がると思います。っていうか、まあ、2,000円か3,000円ぐらいだから、19,800円で売ってるけど16,000円とか7,000円ぐらいでね、おそらく買えるんじゃないかなと思います。っていうのもさっき直営店のオンライン見たんですよ、全部完売。もうこれね、僕個人的には穴場やと思ってね、確か去年までなかったんかなあったんかなちょっとわからんねんけども、ほんまつい最近出たんですよ。去年か今年ぐらい出たようなアイテムやから、あんまりみんな目つけてないやろなと思ってたんですけどもね、もしかしたら僕が動画で言ったからかもしれんし、そんな影響力僕にないかもしれないんで、ちょっとどっちかはわからんねんけども、まあ、とにかく公式のオンラインでは完売しました。ただセレクトショップではみんなやっぱ履けたいから、こう年明けて残ってるのでまずいんですよ。だから年内にこうさばきたいっていう、まあ、裏の事情がありますよね。まあ、そういったところでこれをさばいてくるだろうというところで僕は狙んでるわけなんですけど、この話をしようと思ってたらですね、先ほど正規店じゃなくて取扱店パッて見たら2000円か3000円安くなってるとこありました。やっぱりなと、そらこのうさんくさいやつも睨んでる通りやでと思うでしょ。だから、ちょっとね安くなってましたよというところなんで、今はその1店舗しか見つからんかったんですけど、まだまだね、これはさばきにかかってくる
くるかなと思いますが、ただゴールデンサイズ M サイズであったり L サイズっていうのはすぐなくなると思うんですけど、まあ、S とかあとはまあちょっとカラーが、ブラックじゃないカラーとかやったらあるかなっていうところなんで、あんまり待ちすぎるとなくなっちゃうと思うんですけどもね、まあ、これに関してはそこまで大幅な値下げ率ないと思うんで、まあ、買うんやったらもうすぐポチっちゃった方が M サイズ L サイズの方はいいと思います。特にブラックになれてる方ね。はい、ということが2つ目ということで、3つ目っていうのがね何かと言いますと、こちらのねマウンテンジャケット、マウンテンジャケットがまさかセールにかかってるんですか。そうなんです、かかってるんですということで、もちろん直営店のオンラインではかかってませんけども、正規取扱店とかではちゃんとかかっておりました。まあ俗に言うとこれの弟ですよね、これの弟バージョンなんですけど、こちらがセールにはしっかりかかっておりまして、値段定価が 4万1000円ぐらいなんですけど、3万5000円かな、だから5000円ぐらい安くね出てましたんで、もしマウンテンライトでこの色味はさすがに冒険してあんまり微妙やから黒選んだんやけども、実はもう一色買いたかってんっていう方なんかはね、あちょうどセールかかってちょっと安になってんやったらもうこの際買っちゃえってことでね、買うのもいいかなと思います。っていうのもマウンテンライトってね、ほんまについ4、5年前までねもう定価でも買えなかったんですよ。もう買われへんでって言ってて、まあ人気がね分散していったというか、まあノースウェストの人気が下火になったってわけじゃないけども、まあ、分散していった時に性能全く一緒、生地とかもまあほとんど変わってない状態やねんけども、もうセールにねかかるぐらいまで来ましたということになっておりますので、まあ狙ってみるのもいいんじゃないかなと思います。とか初めての一着でね、ゴアテックスちょっと今までもったいへんかったんやけども、なんか卓造がいいって今まで言ってましたと、でまあ買いたいなと思ったけど4万かと思ったけども、あじゃあ3万5000ちょっと安になってるんだったらもうこのタイミングで買っちゃえっていうのもねありなんかなというふうには思っておりますけども、その代わりマウンテンライトはめちゃくちゃ見ますよ。街中で絶対一人はおるっていうぐらいめちゃくちゃ見るけども、そんな人と被っても被らんくてもそんなもん気にしねえんと、俺は俺の人生を歩むんやっていう人はね、マウンテンライトジャケット、別名北斗の拳のケンシロウジャケットということで、こちらいかがでしょうか。そして次がですね、まさかまさかなんですけど何かというとね、こちらズドン、その兄貴出てきました。こちらがですね、ラオウジャケットということで、なんでラオウなんですかと、長男やからラオウなんですかとかいうことあるんですけども、とにかく強いからです、最強やから、ラオウジャケット、まあ最終的にはケンシロウの方が強いとかいう話になってくるんだけども、まあとにかくその強いというかね、最強という名にふさわしいんじゃないかということで、このノースウェストの中では、マウンテンジャケットが一番最もね僕は最強なジャケットになってるとは思っております。だからラオウジャケットになってるんですけどもね、このラオウジャケットがですね、定価が5万5000円なんですけども、セールにかかって、まあ、5万円ぐらいとか5万2000円ぐらいって感じなんで、そんな大幅な値下げではないんですけどもね、少し安くなってるところもありました。ただこのマウンテンライトもマウンテンジャケットもどっちもそうなんですけどもね、これに関しては、まあ、そもそも人気がそこそこあるやつなんで、カラーがちょっとぶっ飛んだカラーがあります。だからアンパイのブラックとかがセールにかかることってあんまりないんですけども、今年やったらね、なんかサミットゴールドっていうちょっと黄色みがかったやつとか、そういうちょっと派手な色味っていうのは結構セールにかかりやすいんですよ。これは毎年大体かかってます。ただノースウェスの公式オンラインではかかってるかどうかは分からん、そこは見てないんで知らないんですけど、まあ、セレクトショップとかではよくこうかかってるんですけどもね、ただ気をつけてほしいのが、こっちにちょっと色相感っていうのを出しておきますけども、こういう風にカラーがね、下がブラックでどんどん紫なって赤なって黄色なって緑なってっていうこの円になってるでしょ。この色相感で見た時にオレンジが似合う人とか黄色が似合う上のタイプの人とブルー系が似合う下のタイプの人っていうこの2パターンがあるんですよ。最近女子ではねそういうのをよく知ってるはる方、メイクとかしてる方いるんだけど、男子もそうなんですよ。男子も肌の色とか目の瞳の色とかね、あと肌質とかによってその似合う色とかがあるので、意外とね黄色とか似合う人はねガーンって似合うしね、青系が似合う人は似合うんですけど、僕ちなみに青系似合わないんですよ。だからどうせ黄色系なんで、オレンジとかねよく着たりとか、こういう赤とかもしたけど、結構着やすいというか合いやすい顔してるんですよね。でこれ髪色関係なくね、肌の色なんですけど、それさえ合ってればね、黄色かと、今まで俺さすがに黄色はと思ってたもう意外といける人多いんですよ。なんでかって、まあだいたい半分やからね、黄色似合うか青似合うか、イエローベースかブルーベースかっていうんやけども、イエローベースやったらとにかく黄色めちゃくちゃ似合うんでね、まあこんな色もそうなんですよね、黄色とかもパンって別に合わせたりとかできるし、髪色もね金色にしたりとかもできるんですけども、逆にブルーベースじゃないので僕はね、まあこういう状態からパッてこれ見たらちょっとね青くなるんですよ、顔が青くなるんですけどもね、これは似合ってないからちょっと病人みたいな感じになるんですけども、まあそういったね、似合う色であれば全然問題ないんちゃうかなということで、僕は思っておりますということなん で最後がね、これは僕持ってないんやけども、これセールで買うって決めてたから買わんかったんやけども、何かっていうとね、
トランスアンタークティカパーカーっていう今年から出た北極あ南極大陸モデルのフリースがあるんですよ。でそれね、今年欲しいものっていう動画でも出しててね、いやこれ僕買うんですよなんて言ってたんやけども、思ってる以上に人気ないんですよ。だから結構残ってるんですよね。なのでこれはレビュー用に買うだけなんですけど、まあどうせレビュー用に買うにしてもね、まあ安く買えて損はないじゃないですか。だからもうどうせ買うんですけども、実際僕も触った感じ、この去年まで出たねノースフェイスのバーサロフトジャケットっていうジャケットの後継基盤というか、このまあ一応これに置き換わるモデルでもあるし南極大陸モデルでもあるっていう感じなんで、一応これのまあ弟分みたいな感じで出てきたんですけども、これはめちゃくちゃ人気だったんですよ。でめちゃくちゃ人気あって、パターンとかもね、首元のパターンとか使用の仕方とかはほぼほぼ一緒だったんですよね。このトランスアンタークティカパーカーは一緒だったんやけども、やっぱ生地がだいぶ変わってるんでね、まあそのあたりはまた購入してからねお伝えしたいなと思うんですけども、今見てる段階でもですね6000円ぐらい安くなってるところをもうちらほらと見かけております。で元々3万6300円なんやけども、2万円台とかでねもう売ってたりするんでね、まあ特に僕欲しい色が水色っていうことなんでね、まあどうなんかなと、お前さっきブルー似合わんって言ってたやんって思うんですけどもね、ブルーの中でもね黄色みがかっていくとね似合うんですよ。だからまあブルーの中でもターコイズブルーというかね、ちょっとまあ黄色の方にこう近づくブルーであればね、合いやすいんで、まあその辺はいけるんちゃうかなと思ってね、まあ購入してみようかなと思っております。だから年明けとかにこう安くなったタイミングで、動画出せればね、皆さんもし欲しいと思ってる方いらっしゃったらね、ちょうどいいタイミングなんかなと思ってね、まあそんなことで、まああくまでセール予想もありましたし、実際も安なってるものもありましたけどもね、まあそういったことでやってきました。で基本的には僕はセールとか福袋も反対派って表で最初で言ったんですけども、まあ、このあたりであれば非常にいいものが安くなってる。ただその代わり全部が揃ってるわけじゃなくて、めちゃくちゃちっちゃいサイズとか、めちゃくちゃカラーが奇抜なやつとかっていう感じなんですけど、まあ、ハマる人にはまればね、いいんじゃないかなということで、今回はですねセール予想の冬アイテムをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。